何も自衛隊を今書く必要もない、また自衛隊を書いてどこがどう変わるか、変わっちゃいけないことばかりでありますから。古賀さん、ありがとうございます。それでは古賀さんに1時間ほどお話をいただき、時間がありましたらいくつかご質問をお受けいただきたいと思います。憲法9条を変えなさい。憲法9条のどこがおかしいと。そんなことを今は我が国の世論の中で沸き起こった状況だとは決して思っています。何も自衛隊を今書く必要もない。また自衛隊を書いてどこがどう変わるか。変わっちゃいけないことばかりでありますから、自衛隊を書くことの方がむしろ大きな禍根を残してしまうということにつながる恐れがある。私はむしろ憲法9条は世界遺産なんだから、憲法の1項2項と絶対に守るべきものなんだと、これを今こそ言わなきゃいけない。自衛隊はご承知の通り国際法上すでに不変のものとして認められているものである。